なるほどな。ああいうの多いよな。ちょっと構え、ちょっと構えてごらん。うん。もう一回。うん、なるほど。ちょっと貸して。あのね、このアドレスのポジションからね、いい。基本的にこうクラブっていうのは、まあいつも言うように、まあずっと弾いてなきゃいけないわけ、ね、で最終的にボールに対してピシッとこう、まあこう弾きながら当てるって考えた時に、テイクバックっていうのは例えばまあここら辺にこう来るわけね。ここからだとこう弾いてこう当てられるじゃん、ね、しっかりこう中心、円の中心方向に引きながらこう当てられるんだけど、でもこれってどう？引いたら当たらないよね。じゃあ当てるためにはこうやりいくよね。わかるかな、ね、でこの、まあ、テイクバックで考えた時には、このいわゆるこうデリバリーポジションというこのポジションの時に構えてるところに対して ね、この位置っていうのはこういう動きと、まあ、こういう体がこう回ってこの動きが、まあ、こう相まってるわけね。で今の明かりの動きというのはこれ明かりに限らずほとんどのアマチュアゴルファーはこうなっちゃうのね。本人はテイクバックここに持ってってるつもりなのに、でこれって何でかっていうと、ここにあるってことはさ、ね、必ずこういう動きが入ってるわけじゃん、ね、このここからここに来る時点で手が上がる動きもあれば、それに付随したこういう動きもあるわけじゃん。この動きをここでこう管理しながらここに持ってきてるわけ、ね、で手は確かにここに来てんだけど、クラブがこっちに入ってくるのね。でこれはテイクバックしたときにこっち側の動きが圧倒的に足りないわけよ、ね、要するにこっち側の動きがね、こっち側の動きももちろんゴルフは入るし、こっち側の動きも入るんだけど、こっち側の動きは多いんだけど、この円に対するこっち側の円運動の動きがすごい少ないわけ。そうすると上げたときにもうちょっとこういうこういう円運動ね、こういう円運動をここで少しこう意識してグリップを少し押しながらクラブがこう上がってこないといけないわけ、ね、手離してこう行きたいんですけど、そうコック入れようとするとどうしますか。そうだから、それはコック入れようとするとこうやって上げてるのがコックになっちゃってるわけよ。だから基本的にはこういうアクションだから、あるこういう円運動に対してこうテイクバック入ってくるわけね。でそれでこう入ってくると、まあこれじゃ打てないじゃん、打てないじゃん、ね、こう入ってくると何が起きるかというと、ここから持ち上げなきゃいけないって動作があるわけ。そう、必ずこういう円がここで発生するわけ、こういう円が。そうすると必ずちょっとこうクロス方向に行っちゃうの、ね、こういうふうにね。これが逆にこっち側のトルクを正しく入れて上がってくると極端にこっち側にはこう来ない。こういう、まあ、右ハンドルってこっち言うんだけど、こっち側の動きにはならないんだけど、どうしても分かる場合はこっちのトルクが少なすぎてどうしても右ハンドルになっちゃうのね。そこから持ち上げます。そうすると手を持ち上げてしまうと体がこう起き上がってしまう。起き上がるとボールから遠くなりすぎちゃうので、もう当てなきゃいけないっていう動作がどうしても入っちゃうわけで、当てに行けば行くほど今度はクラブはどんどん遅れてまた降りてくるから、全部こう下から入っちゃうわけね。だからまずその最初のスタートのテイクバックをやっぱもうちょっと直さないとダメね。そうじゃなくて、いい、これ少し外に上がってる感じするでしょ、はい、外に上がってる感じするよね。結構外だよね、これいいんだよね。
外だよね。でこれは外なんだけど、こういうつもりでちょっと上げてるってこと。はい、で構えてごらん。はい、自分の中で外に上がっていいから入るってごらん。そう、今ので上がりね、まっすぐ上がってんの。今打ちやすかったでしょ。打ちやすい。すごい打ちやすかったでしょ。めっちゃ打ちやすかったでしょ。でも、で今明かりの中では、こっち来ます。明かりの中ではこんな感じじゃん。うん。でもクラブって重たいから、クラブを引く動きが必ず入ってくるわけ。クラブを引き上げる動きに対してこの動きが入ってくると、自分が思ってるほど実は今外に上がってないのね。うん。こうやってみ。今みたいにこう、なんかこう、こういう感覚でしょ。はい、そういうつもりで。はい、もう一回最初から打ってみて。こう縦だよ、縦。そう、それを意識して。はい、どうぞ。めっちゃ打ちやすくない？めっちゃいい。めっちゃ打ちやすいでしょ。どう？打ちやすいでしょ。今ので実はすごく綺麗にこうクラブのトルクを管理しながら上げてる感じなんだけど、ね、明かりの場合はもうちょっとこう、こっち側の管理が甘すぎて全部ヘッドが落っこっていっちゃうから、そうそうそう、なんか苦しそうになるでしょ。そう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 、全然楽でしょ。そうそう、そういうこと、そういうこと。ただただストーンと落とせば当たる感じしない？それでもう一回打ってごらん。自分としてはすごくこう前に上がってる感覚でいいから、完璧完璧。そうやってあげなきゃ。それで全然普通なんだよ。自分ではそこ外に上がってる感じするかもしれないけど、腕も動いてる、ねね、そうそう。だからどうしてもゴルフクラブっていうのは先端が重たいから、バックスイングを上げようとすればするほど先端っていうのはどん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 こう下がってくるじゃん、ね、じゃあこうやってバックスイングしてる人っていないでしょ、ね、この先端が下がってくる動きを相殺するようにバックスイングってしないといけないの。あるこの動きは絶対入っちゃうの。先端が重たいから。重たいから持ち上げたら絶対なるんだけど、この動きに、この動きに、自らこう、トルクを与えて、相殺しながらバックスイングってしないといけないよね。そうすると、こういう風にバックスイングって上がってくるわけ。わかるかな？こうやって上がってくると、なんかこう、円になりそうじゃん。ね。こうやって上がってきたら円にならないじゃん。横に当てにいかなきゃいけないじゃん。だから、必ず、こういう風にバックスイングするから、ここからビュンって円が振れるわけ、ね、だから手は絶対バックスイングは上がるんだけど、手だけ上がってしまうと先端重たいから落っこっちゃうじゃん。そうそう、それに対してこう自分の中ではこういうイメージで、そうやって上がってくるとドーン、そう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 やって上がると、そう、それで打ってごらん。そしたら全然打ちやすくなるはずだよ。で思い切り打ってごらん、フィニッシュまで。全然上げ方普通。もう一回。ちょっと今当たりは良くなかったけどね。そう、もう一度。OK。自分の中では、こう、こっちの親指方向に折ることだけ考えて、素晴らしいね。素晴らしい、素晴らしい。素晴らしい。どう？自分的には。楽ですか？楽？そうそう、その楽がいいよね。そう、楽って感じなきゃダメよね。そう、いつもだからクラブヘッドがストンって落とせる位置にないから、戻すまでにものすごいエネルギーを使わないといけないの。だから疲れちゃうの。今はこうやってポンってやってるだけだから、だから楽っていうリアクションになるわけ。いつもは楽に振ったら当たんねえから頑張んなきゃいけないわけよ、うん、そうそう、そんなもんで十分だよ。分かった？そう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 、 OK。 そうだから、ね、こう構えて、ね、力を抜きますってよく言うけど、力を抜いて本当に言ったらこんなになっちゃうわけよ。これでクラブって引いたら当たんないじゃん、ね、この動きに対して自らトルクを与えて、トルクを、トルクってこれねじれを与えながら管理しながらバックスイングするから、すごく楽に下ろせるようになるの。そう、ストーンと、そうそう、それを意識してやってください。また。